3、2、1、よい、ゴー。ダン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 、いやこれは言ったわ。ダン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 、あ間違えた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 。ダン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 、これでいい。ダン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 、これでいい。私の誕生日と血液型は覚えてる？あ、いや短いかな。11時になってもそれはそれでダメなんだよな。いやーむーじい、これこのゲームむーじい。あ、今下入ったかな、入ったよね。あとそのこれ初代限定というか、これまた初代特有、2以降だと違うんだけど、初代は全コマンドの丸の音とバツの音が一緒なので、2以降ってなんか寝る音が違うんだよね。まあ、2、3かな。あ、特に2か。寝るコマンド実行した時は、なんかポワンポワンポワンみたいなね、可愛い音がしてくれて、あ、今寝てるなーってのがわかるんだけど、初代は全部一緒だから、わかんないんだよね、今何やってるかを。めっちゃ失敗すんな。あの、本当に、迷子になった時に、どっか一度、端っこの方にカーソルを合わして、やり直すっていうことをやらなきゃ、自分が今何やってるかに自信を持つことはできないので。まあ、でもそれ、端っこにカーソルを合わせることができるのも、これまた初代オンリーの特有だから、あ、初代特有の仕様だから、いや、例えばしゃあな。まあ、いいことではあるんだけど、でもそれやりすぎるとやっぱりタイマー出ない。これのジレンマだよね。本当に言っていいってちゃんとさ、今何やってるかを確認していけば、いいんだけどね。どうしよう、これまたプロフィール間違えてたら。いやだな。本当に虚無な時間だからな、この辺。せーの、左右左右左右、1 2 3 4 5、頼むよ。NPC 頼むよ。OK。やっぱ5安定だわ。しょうがないね。うん、OKOKOK。もうちょいや、抑えちゃうと、結構勝っちゃうと思うんだよね。これ前からやってた感じ、この5がね、定義だった気がするんだよね。4だとちょっと怪しい。まあ、てか、運が良ければ突っ込んでもいいんだけどね。運が良ければね。突っ込んでも、誰もこけなかったら絶対勝てないんで、まあいいんだけど、そこ本当に偽マラするんだったらいいんだけど、でプロフィール入力のその精度を考えると、あ、行こうか。こんなに初手の試行回数増やせなくない？プロフィール入力がね 100% 成功するんだったらいいけどさ、ここを結局偽マラして、その後乗り越えた先がさ、誕生日間違えてましたでリセットだったらもう地獄じゃんそれ。やってらんないよね。これはもう5コケでいいよ。安定の5コケ。しおりビッタンビッタンチャートで。やっぱこの RTA、チャート的にも面白いところがあっていいよね。そのプレイ自体もさ、おいおい、やるゲー目隠しでやるってマジっすかっていうところもあるし、よく見るとチャートもなんか謎のことやってておもろいな、みたいな。二重に面白い。やってて思います。で、ここ芸術。あれ？下校か？てか今日一度もさ、
俺がせっかく覚えたゴールデンウィークに行けてないんだけど、覚えてみないじゃん。金土日月と土日月だよね。せっかく2年目3年目のゴールデンウィークちゃんと丸暗記したのに意味ね。そろそろ8月かな。1、2、3、4、5。あー電話だ。6、はい。次13、4日かろう。次13ね。あとなんだろうな、話すことあったかな。まあハッシュタグを常に、どんなハッシュタグにするのかを。あれ？あ？次27。あ、まあ、てか1年目はこれ早めに寝てもいいんだ、いいんだ、早めに寝てもいいや。急に雑談モードに切り替えたら数字飛んじゃった。まあ、ここは早めに寝てもいいです、別に。来年は早めに寝るとまずいんだけど。1年目は早めに寝てもいい。あ、オッケーオッケー、大丈夫、大丈夫。1年目は1、2週間早めに寝たところで、芸術がちょっと上がらないだけなんで、あんまり気にしなくていいです。ストレスとかも関係ないしね、今は。来年は、ストレス貯金を冬までしっかり保っていくってところを考えると、早めに寝るのは結構危ない。良くない。やっぱ夏休みがある期間はしっかりと有効活用していきたいんだよね。ここ連休だな、次。俺の連休とかに下校も挟まってくると、さらに頭がこんからがるんで、やっぱり連休は悪ですね、この RTA。やっぱりダメ。何度でも言うわ。連休は悪。よくない。ゴールデンウィークなんて持ってるのもかだわ。唯一カレンダー覚えなきゃダメだからな、ゴールデンウィークに関しては。ここが文化祭か。飛び越ってきたな。よしおの声聞いてから。美術部見て終了。文芸部入部。まあ、あとあれか、しおりが文芸部にいないことを確認する手段としては、まあ、ここで北薙さんが出ることもそうだし、まあ、北薙さんはでも、確かに2分の1だけどね。北薙さんが出ることもそうだし、なんだっけ。よしおに、しおりの、その、情報を聞いた後に、コマンドが全成功したのにも、しおりが出ないとき、文芸部やっててしおりが出ないときも結構怪しい。え？電話今、なんだ今の、ゆみちゃん電話かな？なんか今変な声聞こえたな。なんの電話いい？何のイベント今？え、電話だよね今のね。ボイスがよくわかんないタイミングで BGM 変わらずに聞こえるのは、館林だけだけど。俺も立林か。立林張り切ってんな。俺今芸術になってる。まあいいや。休みの日は結局何してもいいからね、このゲーム。極論。本当に何してもいい。大まかなチャートが合ってれば、数日休みの日のチャートが変わったところで、問題はないんで。パラメータはだいぶ余裕あるしね。なんならここ別に文芸部連絡でもいっちゃいいんだよな。まあ、それはやりすぎか。それはやりすぎかもしんない。まあでも、極論ね。半分ぐらい文芸部連打になっちゃっても、まあまあまあ、通せなくはないんで。その後理系上げるしな、ちゃんと。で、こっから寝る連打。通称寝る連。寝る連って言うと、でも寝る練習みたいに聞こえちゃうよね。略し方良くないから。あ、でもいいよ。ねえ、クリぼっち。そうだなぁ。まあ、俺があと本当に不安なのは、発
初詣なんだよな。初詣のテキストがどれぐらいあるか、その辺をもうちょい練習した方がいいかもしれない。ちょっと余裕を持ちすぎてるかも。ここだよね、初詣。でもすぐ下行ってんだよ、これ。すぐ下行っていいはず、多分。それで練習していこう。で、これぐらい待ってから、下連打して、どう？あれダメだったくせ。ちょっと待って。ダメだったくせえな。ダメだったくせえな。下入ってなかったな。まあいいや。まあいいです。初詣に関してはマジで誰の声もしないから、頼りがないんで、本当に頼りがない、ここだけは。それがきつい。己の感覚のみを信じるしかない。まあ3年目はしおりが誘ってくるから、その声を頼りにすることもできなくないけど、主人公のボイスがないとない時点で、本当に感覚に頼るしかないところって結構あるからな。ん？わあ、この下校ちょっとやだ。この下校やだね。この下校やだ。ここがね、ちょ、ダメだわ。そろそろ上かな。はい。オッケーオッケーよし。あそこが、デートスポットを聞くに多分初期カーソルが合ってるはずなんで、これ先の上押しが必要。さあ、しほりいるかな、横に。お願いお願いお願い。いていていて。お願いいて。バッチリイベントなんなら引きたい。安心のために。バッチリイベント出してくんね。お、出そう出そう。出そう出そう出るよ。あ、出る出る出る。出る出ろ出ろ出ろ。出た。いやいや、しおりいるわ。しよしよしよし。とりあえず誕生日セットアップは合ってる。まあでも、ここで書く、遅延だけどな、別に。ああれなんだ今、あれあれ、下校だった今。なんだ今の、あれ今、下校イベント引いた俺。なんだ今のちょっと待って。あれ全成功して下校引いた全成功して下校引いて、その後バッチリ引いた俺。一緒に下校しちゃった今。いや、今の罠すぎるだろ。いや、今のは罠すぎる、本当に。いや、やばい罠だわ、それは。まだ爆弾ついてんねえのか。今のは罠すぎるな。絶対そうだわ。まあまあ、一回下校したぐらいで別に。大丈夫です。この後の下校イベントは一回増えるぐらいだから、まあいやいや。いや、今のはマジで罠。なんだそれ。だったらもっと早めに下校を引いてよ。6回丸聞いてからのイベントはもう、バッチリだと思うじゃん、そりゃ。で、それ、5回丸の後に出たらさ、あ、これ、5回丸だからまだだなってわかるのに。なんでピンポイントで6回丸出してから下校出すんですか？そういうとこあるよね、ときめきメモリアルって。しおりちゃんって。ま、可愛いからいいけど。で、俺の誕生日合ってる。まあ、ペース的には十分でしょう。ちょっと、純粋に、遅延イベントが多いかなって気はするけど。で、しおりの誕生日、合ってるんで OK、あげない。上。OK。あと、ゆみちゃんだね。さあ、次の課題、ゆみちゃん。ホワイトで。ゆみちゃんガチャだね。まあ、そこ、でも突破率 8.5 割くらいあるけどね。まあ、下ぶれた時に本当になんかこう連続して全然ユミちゃん来ねえみたいな。どうに？あ？いつまで下校出てんだこいつ。さすがにそろそろでしょ。あいついつまで下校出してんだ。もう2年生になるぞ。まあいいですいいです。サンプレもスルーしたのに。わー、立て林。おい、なんか遅延が暴れてるマジで。今回。目隠しやってて本当に辛いのがこういう遅延のオンパレードなんだよね。これ本当にきつくて。
精神的に来るんだよね。やっぱいい走り、プレイがめちゃくちゃ耐えてんのに、乱数で遅延食らいまくると、本当に辛いものがある。その辺を耐えてこそ、やはりいい記録が待ってると、俺は思うんだよな。ゆみちゃん頼むよ。いや、なんならゆみちゃんこれ断ってもいいよ。もうやり直したいぐらい、正直。断ってもいいよ、全然。言ってると多分ゆみちゃん来るから、断っていいよ、ゆみちゃん。頼む、頼む、断ってくれ。断ってくれ。頼む、ゆみちゃん。ゲーさんなんて行きたくないでしょ。頼むよ。行きたくないでしょ。ゲーセンなんて行きたくないでしょ。はい、よっしゃ。今のはあの乱数調整だ。言葉の乱数調整。さあ、こっから運動パラ調整だよ。運動を、電話来る一成功を、用紙、エコー引いてないから早い。二成功を、ん？当てばやし暴れてるね。ちゃんと前見て歩け。でも前見てないのはあれだねっていう。そのくだり何回やんの。何回でもやるぞ。3成功、4成功、あ、これでゆみちゃん爆弾ついたか今の。なそうだね。で金曜日5成功、土曜日、日曜日、月曜日。はい。OK、ゴールデンウィーク乗り越えた。で、じゃあ安定のためにもう一回運動していい？でもこれ運動してもさすがに出ないはず。さすがに。容姿やってるから出ないはず。出ないはず。はず。出ないはず。出ないはずだよ。さすがに。容姿多めに入れてるから。OK、出てないんで OK、よし。西の余計も完了。で、見る、あれ？ちょっと待って、下校引いたら早い。下校引いてないから、あれ、下校引いたら早いでしょ。下校引いてないから遅い、ここだ。危ねえ。危なっ。あれ、待って待って。あ、合ってるな、合ってるね。ちょっと今頭こんがらがりました。覚え方が良くない、ここに関しては。ゆみちゃんの下校イベントを、引いたか引いてないかで、電話するタイミングがずれるから、ずれるっていうか、ゆみちゃんが、ぶつかってくるタイミングがずれるから、そこに戸惑ってました、ちょっと。運動は100超えてる。今のペースが速かったから。運動の値次第ではそこの左右のそのペースが変わってくるのね。運動は高いか低いかで、で純粋にその足の速さが変わってくるんだけど、あのペースだったらまあ100は超えてるはず。もうちょい遅い100未満だと左右左右ぐらいが100未満。今のは左右左右なんで100以上。違いわかる？みんなにこれ。俺はわかるよ。いや、まあ視覚情報が遮られてるから余計耳が冴えるじゃん。余計わかるんだよね。まあそれはいいです。わかる人にはわかる違いで、ここら辺は連打で、とにかくストレスを溜める。全然コマンド失敗しないな。
あ、伊集院出た。そんな。ちょっと遅延のオンパレードだな。通常 RTA でも、目開けしより RTA でも、なかなか引きたくないぐらいの遅延を引いてるで、しょうがない。OK。テストまで来た。ちょっと鍋圧はやらなくていいか。多分やるとずれるから やらないでいい。ごめん。楽しみにしてたみんなごめん。1、2、3。あと8月インのタイミングを確認ね。1、2、3。ちょっと中途半端になっちゃったね今な。ダメだ。目隠ししながらやるもんじゃない。ていうか目が見えないからあんまり変顔になってないじゃん。こういう反省を得た。あまりこれは目隠しでやるものじゃないかもしれない。11位。18位。25。ノイローゼなってるかな。成功率的になってそうだけどな。なってそう。あ、なってるなってる。9月2日。成功率的にノイローゼになってそうな気はする。ん？おい、ちょっとひどいな、これな。何回目これ。やばいし、ひどいな。で、旅行。ちょっと旅行の後のちゃんとカーソルを合わせるやつも練習必要だな。まあ練習というか、感覚もうちょい掴んだ方がいいかもしれない。ちょっと遅いわ。特に丸ボタンを連打しながらあのカーソルを上に持ってく、ちゃんとね、本当は理系に合わせるのが完璧なんだけど、ちょっと分かってないな、まだな。もうちょい詰められるわ。で、バスちゃんと加速させて、で、鹿に襲われます。ドゥッドゥッドゥ。で、バス加速。あ、俺今何やった？まあいいや。で、ウェイウェイ。今、芸術やったのかな？何やったんだろう、今。失敗したから多分芸術くさい。何？今何？え？今の何？今の何？立林？やべ、立林ボイスが聞こえなかったんだけど。今立林か？なんで今の？謎のディレイがあったんだけど、まあ立林なら多分ね。音声聞こえなかったわ。多分立林。で、そろそろ文化祭。うん、ここ文化祭だ。で、あと連打 D。で、演劇部を見るふりをして、理系、よし。しゃ。完璧。なんで11月入るタイミングちゃんと確認しよう。あ、伊集院か。これやばいな、ちょっとな。なんだこれ。トランス引いてんな。なんだこれ。まあいいや。十分自己ベアてるんじゃない。操作が早いから今回は。いやでも怪しくなってきたからな。さすがに遅いな。さすがにひどいわ。あ、入った入った。11月3日、4日。
OK。で、勤労感謝来るよ、どっかで。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、6、7。1。はい、勤労感謝乗り越えたー。ここマジで連休罠。本当に危ない。ここは本当に危ないよね。マジで危ないんで。びっくりするぐらい危ない。気をつけましょう。ここでね、最初練習してた頃死ぬほどミスったんで。ちゃんとな。あ、間違えたわ。で、ちゃんとノイローゼ維持はできてる。危ないのが、これクリパ参加してないかが怪しい、ちょっと。結構容姿のラインが70に近いんじゃない今。容姿めちゃくちゃ失敗してたとはいえ、結構な回数コマンド実行しちゃったから、結構容姿高そうな気もするんだよな、これ。どうだろう。頼むよ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 。よし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 。クリパカット成功。危ねえ。50後半ぐらいありそうだな。最後の方寝たから下がったでしょ。寝る前はでも本当に70前後ありそうだったね、今ね。危なかったわ。いやいや。ここまで完璧よ。ここ長めに待ちます。ね。これでいったはず。いやいや。初詣はちょっと長めに持つぐらいでいいわ。うんうんうん。で、いや、いいね、いいね。だいぶこう、後半になってきたから、打ち数もちょっと減ってきたな。真面目な走りになってきた。雑談する余裕もちょっとなくなってきたわ。普通に記録出したいしな。え？あ、ここシクイズだ。成人か？2週間でいいから、ちょっとやりすぎると朝比奈さんが出るんで、2週間で、本当は3週間くらいしたいけどな。ここはね。順位じゃないこれ。わぁ。ちょっとでも今回のプレイングね、伊集院出やすい乱数みたいなの引いてる気がする。やっぱりこのゲーム乱数の語り存在するよ。絶対存在する。こんなに伊集院出ないよ。伊集院が出る確率って多分体感だけど、土曜日にコマンドが失敗して、ほんと3割とか2割よ。2割5分。あって2割5分。いや、2割じゃねえかな。うん。2割ぐらいだと思うんだよな。ここ2月の11か。それをこんなに引いてるのはちょっと。疑わざるを得ないよね、ランストンの偏りを。出ないときはマジで出ないもんな。出るときはめちゃくちゃ出るもんね。えぐいぐらい出る。まあいいでしょう。1イベント5秒よ。こんなんよりは目隠しにおいてはやっぱり迷いなく操作していく方が大事。ああ、3月入ったわ。で、3回か。3回やって、ディレイ入って、誕生日。で、日曜実行して、しおり誕生日。ここ、しおり誕生日。あ、違うわ、違う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 。それ去年だ。いや、間違えた。危ない危ない。ここだ、ここだ。あぶれ僕は混同するんだよな。1日ずれてるからさ。間違えちゃう。あ、待って、おいしょおいしょ。
よく落ち着いてリカバリーできた。危ない危ない。落ち着いてたね。で、しおりのホワイトデーを上げといて。今落ち着いてたね。で、この辺まで寝ればいいか。待って、この辺は安定取って寝ていこう。どうせクリパ参加するんだし。OK。で、丸休み入ってからは運動でいいかな。さすがに。そして3年生。3年生は連打。とりあえず連打。で、雑学。今多分雑学入ったはず。一人でやったから。で、ゴールデンウィークまで。このままやっといて。あー、バッチリ出そう。あー、出たな。これ雑学に切り替える。いや、本当は、これ平日雑学やった方がバッチリ回避できるんだけど。わあ、これ多分沼入るな、絶対。あ、やばい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 。あ、よしよしよし。だから、まあ、バッチリ気にすんだ。バッチリより日程気にしろ、日程。バッチリより日程気にして、日程。次が、土日月。次、土日月よ。土、日、平日、月。OK。ゴールデンウィーク超えた。ゆみちゃん電話。OK、OK、OK、OK。よし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 。まあ3年目のゴールデンウィークは、まあまあまあ、どうせ広いんじゃないから別に。そんなに気にしなくてもいいか。やっぱ2年目のゴールデンウィークだな、危ねえの。いくら連休が敵とはいえ。3年生のヒロイン出ない状態に入った時点で、そんなに連休も敵じゃないわ。やっぱ2年目までだわ、本当に。で、運動と雑学で。めっちゃ失敗すんな。スプーンリレー注意。これはもらったでしょ。運動がもう相当上がってるはずなので、まあ、こけなければ絶対に勝てると。しゃあ。いや、いいね、いいね。ここまで超順調。コーサーも普通に速い。変な迷いとか一切ないわ。一回あったけどな。去年のゴールデンウィークの後のユミちゃんに電話するタイミングで、一回心の迷い生じたけど、そこだけだね。それ以外はもう、特に迷いなしにコマンドが打ててるはず。こっからでもテストまで何も考えずに、このままやるだけだしな。とにかく運動連打。あー、バッチリ出そう。しゃあない。これは本当にしゃあない。我慢するしかない。てか通常 RTA でも我慢するしかないんだから。目隠してようが関係ねえよ。我慢するしかないんだ、あれは。回避方法がないから。まだ、あ、テスト。あ、ここテストか。じゃあ。左上に持ってっといて。1、2、3、はい。ん？あ、ここあれか。連休か。あ、ここ連休だ。ここ連休だ。ここ連休だ。この連休忘れがち。え、トメさん電話。
8月入って、あー、電話やめて。おめさんの後の立て林電話。8月入って、まあ、8月中旬ぐらいから、理系に切り替えていいかな。さすがにもう運動も根性も雑学も、クリアライン、余裕持ってるはずでしょう。まあ、こんなもんでしょ。俺がコマンドミスしなければこんなもん。一旦左上に寄せて、理系。で、数日寝ます。ストレスを下げる。数日な。まあ、2回ぐらいから。で、そろそろ夏休みが明ける。まだまだ来週かな。開けた。で、ここで文芸部入部。あー、バッチリ。文芸部。で、あとは理系連打。文化祭まで理系連打。いや、文化祭まで丸連打。ありがたい。あー、伊集院だ。土曜日失敗全部出てないから。皆勤賞だな。別にこれ全部出るイベントじゃねえけどさ。なんでこんな出てくるんだ。土曜失敗の皆勤賞、伊集院さんが。張り切りまくってるわ。立林も張り切ってるし、全員張り切ってんだ。今回。えげちいわ。そろそろ電話来る？まだかな？あれ？いつ電話来るんだ？あ、ここか。あれ？ここ？ここか。今電話来てたから、なんか丸ボタン連打が早すぎて電話が聞こえないんだけど、まあいいや。いや、あそこだね。そこは文化祭があるから、部活に顔出せって言ってきて、部活に顔出した。で、文化祭はテキスト送るだけ、ムービーも飛ばすだけ、寝る、理系。で、こっから、日曜日2回カウント。あー、バッチリだ。まだノーコメントで。バッチリに関してはノーコメントでお願いします。考えたらもう負け。で、次2回。2回カウントしたら11月に入るはず。2回。次が11月。あぶ。ちょっと頭冷静にいっていいか、ここ。集中だわ。11月。連休で用紙2回。こっから超集中するわ。で断るんだし、俺なーのテンションが露骨に低かったもんね、今な。今用紙だから、これ用紙したらダメかな。わかんねえ。いや、もう正直言ってわからん、これ。よいしょ。
今俺用意してたらダメ、わかんない。いや大丈夫かこれ。あ、でもこれ連携だよね、ここね。連携じゃない、ここ。あれ連携だね、ここね、確かね。よしだ。あ、そうそう、あ、オッケーオッケー。2回断られたから、1回カウントしてないものだとすればいいんだもんね。1回カウントしてないものだと考えればいいだけだから、いや、そうだね。逆に、戻ってきた。ああ。で、下校もやばい。いや、で、今日のこの乱数やばいってな。全く RTA に向いてない乱数テーブルだよ、俺。何これ。なんだ、俺。データも来ない。下校が来る。電話も来る。悪質タックルも来る。移住も来る。やりたい放題かな。楽しいんか、そんなに。目隠しプレイが。プラス1回な、デート。純粋に。で、これ、デート断られると、何が良くないかって、まあ、下校も全部来るな。デート断られると何が良くないって、ストレスが溜まるんだよね、ちょっと。それもあんまり良くない。あー、で、遅刻したわ。嘘だろ、こいつな、おい。俺が見えてないことをいいことに。やりてることだよ、マジで。このゲーム。最高のゲーム。これデートスポットペラペラってめくってんのはちゃんとカーソルが移動してることを確認するためです。カーソルが移動っていうかデートスポット選択画面に映ってることを確認するため、あの辺も音がないからああやって判断してます。ペラペラってやって2回めくって最初の画面に戻るってね。でも慎重にゆっくりコマンド打っていくよりももう連打しちゃってペラッペラで確認した方が早い。あ、今音聞くの忘れた、危な。まあ、うんって聞こえたんで。で、クリパ参加しちゃう。はい、ここ。三木原 50% ピックアップガチャです。クリパカットはちょっと目隠しじゃ無理。運ゲーがひどい、本当に。超運ゲーになっちゃう。誰だ。でもちょっとテキスト飛ばすから誰かもわかんないかも。あ、これ、ミキハラじゃないな。あれ、ミキハラ？あと、ミキハラか、これ。声が飛び飛びすぎて誰かわかんない。多分ミキハラだな。飛ばしまぶっちゃうからさ、誰かわかんないから。多分ミキハラだよ。クリパを3年目カットするには、運動を150未満に抑えなきゃいけないんだけど、そうすると、まあ、運動150未満に抑えることはできるんだけど、その後の根性を100以上に乗せる。クリアラインのための根性を100以上に乗せるっていうことが、本当に運ゲーになる。最後の最後、根性が足りずにしおりが来ないなってことが、多分しょっちゅう発生するんで、目隠しで3年目クリパカットは、マジで現実的じゃない。やったことあるけどね。チャレンジしたことあるけど、最初の方ってそうやってたんだけど、で無理。超運ゲーになっちゃう。まあ、本当は頭の中でね、すべてのパラメータを計算できる人だったらいいんだけど、こういうわけにはいかない。ここまで俺の脳は発達してない。で、ここはしおり、晴れ着のしおりを無視して、一人で初詣に行って、しおりとの恋愛成就を願うっていう、謎のやつね。謎のやつ。謎の儀式です。これで5回目かな。あと4回だね、デートは。これ含めたあと4回。あれ、よしのコマンドが失敗してんな。
あとこの辺のね、その祝日とかも結構うろ覚えというか、なんとなくの感覚でやってる部分も多いから、まあ、この辺もうちょい覚えた方がいいかもしれないね。でもこの辺祝日あるんだよ。うん、そうだね。この辺祝日ある。そうそうそう。はい。いや、最初の2回マジで何だったんだ、これ。あ、下校？おろろー。おろろー。おろろろー。おろろろー。はい、デート。遅刻すんなよ。OK、遅刻してない。これで2回。ん？おろろー。おろろろー。上からハモリがいいね。おろろろー。かぶせてきてんの。しおりだ。あれ？あ？立て前しか今の。なんで今の？あ？なんで今の？立て前しか今の。電話か。で本来はここが最終デートになる予定だった。あ、断ったか。待って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 、それダメだ。お前ダメだ。しおり？しおり3言葉りはダメだ。しおりしおり。今断ったよね。断ったね今ね。しおり3言葉りはダメだ。おい、もう次断ったらお前終わるぞ。な、しおり。しおり？しおり？おい、ポロロだ、ポロロだ。しおり？しおり？いやー、なんだこのフランス。もうびっくりするぐらいひどいな、これさ。よし、でも遅刻はしてない、ナイス。こんなにしおりって出てこないか。最終デート。ね、あとね、後ろの方にどんどんデータが伸びていくと、パラメータが分かんなくなってくるんだよね。パラメータが怪しくなってくる、とにかく。おろろろ。あー、バレンタインね。あとデートして、22日で終わり。やめて、チョコ待たさないで、三木原さん。ありがとう、しおりチョコ。食べさせて、見えないから、あーんして。で、これ、用紙足りてるよね、多分ね。俺、用紙足りてると思うけどな。寝るか。ストレスがやばいと思う。あ、下校。わ、ポロリがやばい。ポロリがあるよ。本当に。本当にここまで来たらポロリもあるんだよ。ポロリ成分が強すぎる。わぁ。わぁ。断ります。会話が長いんで、ここからは。これ、運動に今ガスラ合ってる？合ってる？合ってたかな、今。わかんねえ。イベントが入っちゃうとどうしてもね、そのカーソルの、なんていうの、事前の入力を受け付けてるかどうかが分かんないんだよね。いつイベントになったか分かんないからさ、これだとパラメータが足りてるかどうか、マジで。あと、最終週に下校が来ないことを願うのと、パラメータが足りてることを願う。上から130、130、130、130。わー、ポロリがやばい。100、130、130、130、120、110、100とかね。あ、忘れちゃった。はい、いや、はい。さあ、ルルルン。
ルルルン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 。しおり、頼むよ。三木原じゃなくて、館林じゃないよ。髪は、ここで後ずたりしないで。頼むよ。後ずたりしちゃダメだよ。しおりはまっすぐ伝説の木から歩いてくるから。後ずたりしたらしおりじゃないです。シルエットでわかります。シルエットの見た目もわかるし、動き方でもわかります。まあ、俺は見えないけど。頼む。ごめんなさい。急に呼び出したりして。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。頼む。あ、よかったー。困難が多すぎたって今回正直。あなたにどうしても言いたいことがあって。言いたいことって何？私ね、今まで男の子と付き合ったことがないの。私ね。でも興味がなかったわけじゃないのよ。ラブレターだって何通ももらったし。あれ？私だって男の子と付き合ってみたかったし、ラブレターだって何通ももらったのよ。私だって男の子と付き合ってみなかったし、うん、ラブレターだって、はい、でもどうしても付き合う気になれなかったの。でもどうしても付き合う気になれなかったの。ここで俺が入ります。どうしてあなたがそばにいてくれたから。あなたが、私ね、今まであなたのことをただの幼馴染だと思ってた。ううん、あなたと離れ離れになるのが怖くてと思い込んでただけなのかもしれない。この辺覚えてない。なんだっけ、きっと本心を悟られるのが怖くてそう思い込んでただけかもしれない。でも離れ離れになる今になって、卒業する今、離れ離れになるかもしれない今になって、やっと私のこの気持ちに気づいたの。恥ずかしくて逃げたい気分だけど勇気を出して言います。もうただの幼馴染じゃ嫌だから勇気を出して言います。一人で女の子として私だけを見つめてほしいから勇気を出して言います。はい、好きです。世界中の誰よりも好きです。あなたが好きです。世界中の誰よりもあなたが、実を言うと俺もしおりのことが、あれ、嬉しいはずなのに涙が出てきちゃった。本当に信じていいのね。あれ、嬉しいはずなのに涙が出てきちゃった。本当に信じていいのね。もちろんだよ、秀吉しおり。いつまでも私を離さないでね。嬉しい。いつまでも私のことを離さないでね。やっぱ中盤怪しいな、めちゃくちゃ。中盤ボロボロすぎる、あの辺。いやー、でもちょっと明らかに遅延イベントが多かったんで、タイムはあまり期待できないぞ。まあ、この辺でちょっと目隠しを外しましょうか。正直タイム期待できないよね、これね。あ、いくつ？52分53秒。52分53秒か。いや、まあ、自己ベ出るかな。これどうだろう。自己ベが50、あれ、自己ベ何分だっけ。自己ベ59分だから、自己ベは出るか。間違いなく自己ベは出るな。いや、間違いなく自己ベは出るけど、イベントがあまりにひどかったかな、これ。ちょっとね、イベントがあまりにひどかったわ。髪の毛整えていい。イベントはね、あまりに多かった。遅延イベントが。まだまだ早くなると思うわ。普通に50分切れるんじゃないかな、俺頑張れば。ねえ、50分切れそうだよね。それは持った。まあ、55は切れるね。間違いなく。55は切れる。まあでも、まあまあいい走りができたと思います。ちょっと、めげずに頑張ったよね。めげずに頑張ったよね。コメント見返しとこう。どの辺からだ。まあでもやっぱランダム遅延がひどかったのがあれか。え、2年目運動98だった、マジで。マジか。もうちょい運動していいの。運動98だった。あんなに自信満々に解説してたのに。まあ勝ったからいいでしょ。2年目1位取んなかった。NPC が置きまくったんだ。あそこでじゃあ運を使い果たしたから。あの辺ももうちょいチャート練り直しが必要かな。どうだろう。まあまあまあ。でもセットアップのミスもなかったよね。B 型で B 型でしょ。よかったじゃねえの。どうなんだろう。走り自体は良かったよね。運だな。
で結局運だわ。50これ何分、7分ぐらい終わりか。ねえ、かなり良かったよね。プレイも相当慣れてきたわ。で結局俺のハッシュタグ問題は解決した。まあ後で俺配信終わった後一通り今日のチャットを見返すんだけど、なんかいいのあって、いいのあって、これだけはぜひ採用してくれ。こういうやつはここでももう一回チャットしといて。あ、面白かった GG、 ありがとうございます。一応タイマーストップはもうちょい後ですが、もうここまで来たら GG は確定。いつ打っていただいても構いません。あ、朝比奈さんだ。いや今回はこれ、あのもうゲーム画面をほぼ開いてないんだよね、目隠しするから。いつもはなんかこうその OBS っていう配信ソフトのその配信レイアウトだけじゃなくて、ゲーム画面専用のウィンドウを出してそれを見てんだけど、もう今日は目隠しだしそれも出さなくていいやって、ちっちゃい画面、めっちゃちっちゃい画面で見てる今。目隠しとはそういうことだからな。もうそろそろ、あれ結構早い、もしかしてもう終わるよ。57分切る。これで歌詞最終フレーズだよ。まあ終わるわ。音が止まって4秒後ぐらいが GG です。タイマーストップ、はい、どーん。56分36秒8。いやー、遅延にめげずに頑張った。GG。一応自己ベです。3分ぐらい巻いたかな。こんなにあっさり自己ベ出るんだね。あんなに遅延食らったのに。普通に GG。一応スクショ取っとく。